テームの教区教会2013年撮影。初代ウェンマン女男爵ソフィア、エリザベス・ウィカムはイギリスの女性貴族、ウィリアム・リチャード・ウィカムと妻エリザベス、ウィリアム・マーシュの娘の娘として1790年6月10日に生まれた。父はウィリアム・ハンフリー・ウィカムと妻ソフィアの息子であり、ソフィア・ウィカムは父方の祖母からウェンマン主釈家の血を引いている。 1800年7月1日に父が死去するとその遺産を継承した。1825年にオックスフォードシャーにおけるテーム都市デナムの教区牧師の所領を購入した後、1836年に聖堂産事会引用の邸宅とその敷地を950ポンドでチャールズストーンで売却した。また、テーム近くのモアトンでの領地を一部寄贈し、自身の寄付金と 政府からの助成金もあって1860年にもアトン聖公開学校が設立された。国王ウィリアム四世の親しい友人であり、1834年6月3日にウィリアム四世により、連合王国貴族であるオックスフォードシャーにおけるテームパークのウェンマン女男爵に上された。ウェンマンという爵位名は、父方の祖母の実家であるウェンマン子爵家に由来する。日記作家、 チャールズ・グレビルは1834年5月23日の日記で、ウィカムを、みっともない、反狂乱の女と告評し、除釈の理由をウィリアム4世が父上ジ,ジ3世の許可を得られずウィカムを王妃することができなかったことへの保障で、あると述べた。1870年8月9日に生涯未婚のママテームパークで死去、同地の教会に埋葬された。 遺産は3万ポンドに満たなかったという、借位は継承者がおらず1台で廃絶した。ありがとうございます。